どうもどうも、中野実験室です。マインクラフト雑談です。今日も、穴を掘りながら雑談する回にしようかと思います。撮影日は2018年8月30日であります。で、まあ今回の内容は、愚痴の動画です。まあなので愚痴なんか聞きたくねえよっていう人は、まあこの時点で動画を、閉じて戻るボタンとかを押して別の動画なんかを見ていただけると幸いです。まあ私のどうしようもない愚痴に付き合ってくださる方がいらっしゃいましたら、まあこのまま聞いてもらったら嬉しいです。愚痴の中でも、家族に関する愚痴という、まあさらに、まあ、きつい内容の愚痴なのかもしれませんけど、まあそれでももし聞きたいと思ったのであれば聞いていただければ幸いです。まあぶっちゃけ私は父親との関係がもう完璧に破綻してるんですけど、まあどれぐらい破綻してるかって言ったら、まあ年に1回も口をきかないぐらいに破綻してるんですが、今日ちょっと飲み物を、水をまあ飲もうと思って、今マインクラフトをしてる、おう、やべえな、このタイミングで死んだらかなりきついものがありましたね。マインクラフトをしている部屋から、まあ1階に降りたんですけど、その時に新しく設置したクーラーに関して両親が話していたんですけど、どうやら私のことを話しているような雰囲気でした。で、まあなんかそのクーラーは設置したのはいいけど、コンセントとコードの長さが合ってないから、まあ今延長コードで無理やり繋がってる状態なんですけど、まあ、クーラーの横に、まあ、コンセントを足す必要があるかもしれないみたいな話をしていたと思います。で、その話の中で一応私は電気工事士の免許を持ってるんですけど、まあどうしても必要なら、まあ、私に、まあ本名は言わないですけど、まあ息子に、コンセントをつけさせればいい、あいつは一応電気工事士の資格を持ってるからな、みたいな感じのことを言ってました。で、まあ僕が台所で水を飲もうとガサガサしてるので、まあ普通の感覚で言えばそういう本人名指しをしてる話っていうのが、まあ本人に聞こえてる状態でしてるっていうのもまあ大概だと思うんですけど、まあ電気工事士の資格を持ってるからコンセントつけれるだろうっていうのが何がまあ悪口なのかって言ったら、まあ本人はおそらく悪口のつもりで言ってないんだとしたら、そこはまあまたえげつないんですけど、私が電気工事士の資格を取ったのはもう数年前のことでして、それから実際その電気工事の仕事もしてないので、当然その資格的にはできたとしても、もう技術としてはほとんど忘れてる状態です。なので、まあもし今コンセントを増設するとなったら、まあ本などを調べながらできないことはないんですけど、まあ正直言うときついというか、まあただもうできないと、視覚的にはできるけど技術的にはもうほとんど忘れてるっていうのが、まあ現状の状態です。で、それがまあ悪口のつもりで言ったのかどうかっていうのもわからないですけど、おそらく本人に問い詰めることがあったら悪口のつもりで言ってないと言い張るでしょうけど、まあ聞いた僕的には悪口だなと思いました。まあ資格持ってるけどできない人がやればできるだろうって言われる辛さっていうのが、まあ理解できないんでしょうけど、そしてまあ本人は電気工事士の資格を持ってるし、コンセントの増設ぐらい簡単にできるとまあ思ってるんでしょうけど、まあ私はそうじゃないと。つまりまあできない側の人間の気持ちっていうのが理解できないから、そういうナチュラルに、ひどいことを言えるんだなぁと思ってしまいました。結構まあかなり限定的な状態なので、
資格持ってるんだったらできるだろうっていうふうに、この話を聞いて思われる人もいるかもしれませんけど、うん、まあ例えば英検の資格を持ってるから英会話できるよなって言われたら、そんなわけないと、まあみんな答えるでしょう。うん、電気工事士の資格もだから持ってるけど実際にその仕事に就かなかった人だし、まあ資格を取った時の技術っていうのがもう忘れてる人にしか、このことはまあ伝わらないのかもしれませんけど、まあ私はその話をされてるのを本人がちょっと少なくとも声が聞こえる範囲にいるのにそういう話をされることはまあ悪口だなぁと思って受け止めました。うん、まあそんなことで父親を糾弾するつもりもないですし、うん、あの話したっていいことになるわけないのは分かってるので話しませんけど、うん、資格持ってんだからコンセントぐらいつけれるだろうっていうような、まあ間違ってないように思われるような間違った認識を盾にして人の陰口を本人がいるのに目の前で言うっていう、まあ、悪魔のような悪口だなと私は思ってしまいました。うん、恐ろしいです。うん、そして私がコンセントをつけれると勝手にまあ思ってるんでしょうけど、まあ多分、うん、実際にやってみたらつけれないでしょうね。うん、そしてまあまあ、僕がもしそういう話になってもつける前に作業すること自身を拒否しますので、あれですけど、まあ子供の頃のこととかを思い出すと、うん、何々ぐらいできるだろうみたいなことを言われてできなくてなじられるってことはまあ、かなりありました。うん。まあ本人がいるのに名指しで話をするっていうのも、しかも相手とは会話をしていない相手が目の前にいるのに名指しで話をするっていうのは大概頭がおかしいと思いますけど、うん、まあできない側の人間がまあ究極的にわからない人間なんだなぁと思いました。そしてまあ、彼の人生が今までいかようなものであったかどうか私は知りませんけど、私に限らず、そういうできない人の気持ちっていうのを、まあ、踏みにじってきた人生なんじゃないかなと思います。うん。まあ、例えば、まあ、わからないですけど、例えば、うちの両親は手話通訳に関することをやってますけど、例えば、その手話通訳の資格を取ったけど、手話通訳の仕事をするには、まあ、例えば勇気が足りないなんていう人がいたとしたら、まあおそらくそういう人の気持ちはわからないで、そういう人の、まあ、できない気持ち、資格は持ってるけどできない気持ちっていうのをまあ、揶揄したこととかはあり得るのじゃないかなと思いました。まあそれはまあ実際にあったかどうかなんてわからないので、あくまで今日あったことから想像することにしかないんですけど、うん、まあ、要はムカついたっていう話なんですけど、うん、まあ、自分の父親ながら、うん、この悪口術がすごすぎるというか、もう本能というか天性ですよね。うん、恐ろしいですわ。うん、それはまあつまりはできない側の人間がの気持ちをわからないっていうその一つに過ぎるんですけど、まあ突き詰めて言うとサイコパスとでも言うんですかね。うん、本当に資格を持ってるけど実際の作業はできないっていう人の気持ちがわからないのだとしたら、まあ、うん、意地が悪いとか性格が悪いとかじゃなくて、まあ頭がおかしいの領域に行く話だなと思いました。まあ持ち物がいっぱいになったので、このあたりで、愚痴&掘削動画は、終わろうかと思います。まあ、この動画を聞いた方がどのように思われるのか、そしてこんな動画が視聴されるのかわからんですけど、まあ一つ教訓があるとするならば、うん、できない人の気持ちがわからないっていうのは、うん、わかろうとする努力は必要だと思いますね。うん、できるできないって言ってしまうと、できる側の人間が、さも強者のように
思えてしまいますけど、私はできない人の気持ちがわからなくて、ナチュラルに悪口を言ってしまうような人の方が、そういう内面を正すべきだと思っています。うん。まあ、自分の父親ながら、ちょっとまあ、呆れましたね。呆れたというか、もう理解の範囲を超えていて、恐ろしくなったっていうのが実情です。まあ、だからもう、なんていうか、怒りも逆に湧いてこないような心境になりました。はい、そんな感じの愚痴動画でした。こんな動画をもしも見た方がいらっしゃいましたら幸いです。ありがとうございました。それではまたお会いしましょう。さようなら。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。